2021年たくさんのオンアクセスありがとうございます。今年2021年も間もなく暮れようとしております。激動の1年、この言葉を何年も口にし続けているような気がいたしますが、今年は私にとってまさに激動の1年でございました。 YouTube チャンネルめでたく高い更新頻度を保たせていただきました。ありがとうございます。これもひとえにユーザーの皆様方が、特にチャンネル登録していただいている方の温かい支援があったからでございます。悲願を達成いたしました私玄英より皆様にありがとうを送らせていただきます。本当にありがとうございました。シムを購入いたしましたけど、プリペイドじゃないものもあります。 4G 携帯ですね、まあ、通称ガラホなんて呼ばれてますけども、購入してみましたよ。これ DHS が終了するんですよ。歴史に幕を下ろすっていうのは非常に寂しいんですけども、まあ今までありがとうございましたっていう感謝の思いを込めて動画を締めさせていただきたいと思います。今までありがとうございました。1円となれば買わない理由はないよねと。あーいいねー。というわけで今回ね、購入したのはですね、楽天ミニなんですけども、低速回線で遊びたいなっていう人ってたくさんいらっしゃると思うんですよね。ロケットモバイルでございます。 HWD14HWD15GL04PGL06P501HW スピード Wi-Fi NEXT W04 っていうやつですね。こちら買いました。春といえばね、スニーカーでね、出かけたいなということがありますんで、裏面こんな感じなんですけども、特に変わったところはないですよね。このスタイルが一番履きやすい。250円。スマホって複数台持ち歩きたいですよねっていう人いませんか。オーシャングリーンっていうカラーになります。サイズ感めちゃめちゃいいわ。どうしようかなと思った結果、やっぱりね、 Google フォトのね、使い勝手がいいんで、 Google フォトのまま行こうと思います。大きいですね。カメラを取り付けるっていう感じに仕上げました。接続設定ガイド、そして SIM カードが入ってるやつですね。なんとですよ、 G's1 が復活しました。 Welcome for スターターガイド。大きいね、やっぱディスプレイが。めっちゃ見やすいんじゃないかなと思って、このリターンボタンでチャンネル一覧をこういう風に見ることができるみたいです、ね、間もなく2022年を迎えようとしております。皆様にとって2022年が本当に良い年になりますように、心からお祈りを申し上げます。良いお年を。